井上さんメッセージありがとうございます朝早くからなんですけどももう動画でお返ししますので今撮らせてもらってます、えー、とさっきのですねこれですねこの記事を見てくださいもうこれだけでオートツイートのネタってもう無数に浮かぶんですよ無数に、えー、いいですか具体的に言っていきますよはいもうまとめておきましたまずはですね URL を入れるバージョンでこういう風にするんですよ 井上さんの記事を紹介するときにカラオケではなぜ女の子が口説きやすいか意外なノウハウがあったんです、URL。なんであいつばっかりカラオケでモテるんだ、それはこういうことなんです、URL。ってやるんです、それで10個のツイートのうち1個を URL にしてください、全部のツイートに URL が入っているとそれはもう無視されてしまいます、もう売り込み要素が満々だからですよ、だからツイッターってのはもう9割以上ですね、95%から99%は あの以下のようなメッセージをただツイートするだけにしてください、それで価値あるツイートだと人に思わせてたまに URL で誘導するという形です、ではどんな、えー、ツイートをちりばめておけばいいのか、95%から99%のうちのツイートをこれです、これですね記事の中から抜粋です、冗談が言うのは怖い、相手に嫌いな子のが怖い、その場の雰囲気を壊してしまうので言いたいけど言えない、その気持ちわかるなぁと。 読者さん等のの、ね、共感をラポールを築くための文章ですねこれが井上さんの気持ちです。でこれはブログの文章の中にあるでしょ。これをまずはこういうところに使うわけですよ。同じです。これこれね。同じです。これちょっと書き方、タイトルを変えただけで全く一緒です。これもそうですね。で最後はブログにいなかったんですけど、こういうふうにやっておくんですよ。カラオケのネタということに今フォーカスしてるんですけども、 ここで見せる人からでこれを練習せよみたいな曲をやっておくとやっぱり人から分けて何を練習すればいいのか分かりますよねで練習っていうのは曲だけじゃなくて拍手の仕方とか立ち上がり方とかパフォーマンスですよねドリンクの振り分け方とかおしぼりの置き場所とかリモコンのお渡しの仕方とかこういうのもね実はね練習するんですよただその場のノリでオリジナルでやるんではなくて練習するんですよ で10代の女の子が聞きたい曲ランキングとかやってもいいですよね。これを20代バージョン、30代バージョン、20代じ、えー、前半、20代中盤、20代後半というふうにさらに分けるといいです。それでどんな曲がランキングに上がっているのかというのはこれ検索してください。こういう内容をです、ね、無数に無数に散ればめておくんですよね。で今回はカラオケってことに対してこういうふうにネタを作ってきましたけどもカラオケじゃなくてもね実はいいんですよ。 これ恐怖に打ち勝て、こうやったら怖くなくなるよ。っていうものをいっぱいいっぱい。さっきみたいなパターンでやっとくのもオッケーだと思います。で、モテるためにはこういう風にしようっていうのもあります。私の場合は今回カラオケが。 で、ね、色づきになったんたまで、あ、カラオケにフォーカスしたツイートを今、10個ぐらいパパッと作ってみたんですけども、も1つのキーワードでそのくらいできるんですよ。ということは別のキーワード、恐怖っていうキーワードでもいいですよね、人見知りとかでもいいですよね、えー、周囲の人でもいいと思います、自己評価っていうのでもいいと思います、仕事でもいいです、そのキーワードで10とか20とか作ると、もうあっという間に100個ぐらいの URL のないツイートができてきます。それで それぞれぞ例えば仕事に関して自分の記事につなげるための URL 誘導をたまに入れていくっていう感じですよね。えー、よろししいでしょうか